女との出会いはジャンクボックスだった。仙台の街で一番小さくてうるさいライブハウス。フロア、上手のアンプの前で手を挙げる。君が綺麗だった。前のバンドが終わって出番になった。いつもより手が震えた。最後の音を鳴らした瞬間、ステージとフロアで目が合った。ねえ、僕のバンドの出来はどうだった？ねえ、僕らまた会えるかな？フロア、上手のアンプの前で君が微笑んだ。
ありがとうございます。広瀬沙羅です。よろしくお願いします。